皆さんこんにちは。こんにちは。今日はちょっと変わったものを紹介するのだ。トップバリューのシャンプーとコンディショナー、大丈夫なのこれ？その大丈夫かどうかを検証してたのだ。過去形ってことはもう使ってるの？もうちょっとで3ヶ月になるかな。裏面には一番大事なこと、これは飲み物ではありませんと書かれているのだ。トップバリューのマークがついてるから間違える可能性もあるのかしら。いろいろ聞きたいことはあるけど、これいくらだったの？シャンプー、コンディショナー、どちらも97円なのだ。ギリシャヨーグルトの方が高いじゃない。200円や300円のトップバシャンプーもあったんだけど、一番安かったのがこれなのだ。好奇心が抑えきれなかったのね。詰め替え用だから仕方なくポンプボトルも買ったんだけど、1個97円だったのだ。ボトルとシャンプーが同じ価値なのね。使用感はどうだったの？汚れ落ちは悪くなかったよ。でもコンディショナーが良くなかったのかな。髪のツヤが悪くなった気がするね。これを使う前はトリートメントを使ってたから、その差が出たのかもしれないね。せっかくだから同時進行でトップバのボディーソープも使ってみたのだ。さすがにチャレンジしすぎでしょ。それまで使ってたのがメンズビオレのこれなんだけど、今一つだったんだよね。空になってちょうど良かったからピンクから使ってみたのだ。こちらも普通に使えたの？汚れ落ちはそこそこ良かったのだ。でもね、使っていくうちに妙な匂いがしてきたのだ。妙な匂い？独特の香料っていうのかな。シャンプーやリンスは匂いは弱いんだけど、ボディーソープがなんか独特なのだ。フローラルガーデンの香りではなかったね。検証に結構時間がかかったのね。2週間くらいで使用感は分かったんだけど、動画で伝えにくいことが多すぎて迷ってたのだ。そしたら今年の3月で製造が終了してたのだ。たまたま買ったのが最後だったわけね。今トップバリューが推してるのはこのシャンプーなんだけど、まだ残ってるから手が出せないのだ。私たちの戦いはこれからだ。今日はもう終わろうか。そうしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。